きくこちゃん、あそびましょう。はーい、読んだ？毎度呪いの人形を聞く声で、今回は己の欲望のためには一切の妥協なし、残虐非道な3人の悪女のお話やで。権力のためなら息子もマルス、カトリーヌ・ド・メディチ、処女の血の風呂に浸かったエリザベート・バートリー、皇帝の妾の身分から自分が皇帝にまで上り詰めた側転不幸、めっちゃ怖いからちびらんようにな。ほな行くで。1519年に生まれたカトリーヌ・ド・メディチは、フィレンツェの名門メディチ家の出身で、フランス国王アンリ2世の王妃やで。けどな、アンリ2世には20歳年上の妾がおって、カトリーヌは10人の子宝に恵まれたものの、夫からの愛情は受けられへんかってん。その反動からか芸術と占星術にのめり込み、なんとあの預言者ノストラダムスもカトリーヌに徴用されたんやで。ほんでノストラダムスは、カトリーヌの夫アンリ2世についてこんな予言をしてん。若き獅子は老人に打ち勝たん。戦の庭にて一騎打ちの果てに黄金の檻の中なる双眼をえぐり抜かん。無動き死を死ぬため二の傷は一とならん。ほんでこの予言は的中するんや。1559年6月30日アンリ2世の妹および娘の結婚がそれぞれ決まり、その祝いの席で催された馬上槍試合の事故で、アンリ2世は試合相手の伯爵に槍で右目を貫かれて、その傷が原因となり亡くなってしもたんや。さらにノストラダムスはこんな予言もしてん。三人の息子は一つの玉座に上るだろう。この予言も的中し、アンリ2世亡き後、カトリーヌの三人の息子たちは順番に王座に着くことになるんや。まずは長男フランソワ2世が後を継いでんけど、もともと病弱やったフランソワ2世は即位1年後に高熱が原因で亡くなってしもてん。二番目の息子シャルル9世は兄が創生したためにわずか9歳で王位についてん。そして母であるカトリーヌが摂政となり、王政の実権を握るんや。このシャルル9世もまた病弱で、24歳で亡くなることになるねんけど、この死は母カトリーヌによるものやと言われとるんや。当時のフランスはカトリックとプロテスタントの対立による内戦が絶えへんかってん。そんな中、カトリック派のカトリーヌは、勢力を増してきているプロテスタント派を弾圧しようと、1572年8月24日、サン・バルテルミの虐殺を起こしたんや。これにより宮廷にいたプロテスタント派の貴族をはじめ、市内や地方でもプロテスタント派の市民が襲撃され、その犠牲者は1から3万人に上ると言われとるんや。当時セーヌ川が血で真っ赤に染まったという逸話があるで。王子はこの後、もともと病弱やったシャルル9世は病床につくことになってんけど、母カトリーヌの献身的な看病を虚しくどんどん弱っていったんや。しかしな、これはカトリーヌが病弱で優柔不断なシャルル9世を見限って、最も寵愛している三男を王座に着かせるために毒を持ったんちゃうかいう説があるんや。その証拠にシャルル9世が亡くなる直前、顔に奇妙な斑点ができとったそうやで。そうしてシャルル9世亡き後、三男であるアンリ3世が王座についてん。けどな、成人後に王位についたアンリ3世はカトリーヌの思い通りにはいかんかったんや。そして69歳で摂政を引退し、その3週間後に息を引き取ったんや。30年近くの長きにわたり王政の実権を握ってきたカトリーヌは、その引退とともに人生の幕を引いたんやな。エリザベート・バートリーは1560年ハンガリーの名門バートリー家に生まれてん。物心ついた時にはすでに結婚相手が決まっててな、11歳の時嫁ぎ先のナダスディー家に預けられてん。何でも姑が息子の嫁を若いうちから教育するのが当時の習慣やったんやて。姑のウルスラはめっちゃ厳しくてな。エリザベートは田舎の古い城で周りに馴染めず、ぼっちで憂鬱な日々を送ったそうや。結婚相手の男はというと、エリザベートより5歳年上で、名をフェレンツと言い、軍隊生活が忙しく、生涯にわたって留守がちやったそうや。やがて1575年5月、エリザベートが15歳になる直前に結婚式を挙げ、山の上の寂しい場所にあるチェイテ城に移り住んだんや。そしてこのチェイテ城の地下が後の惨劇の舞台となるんや。何にも興味を持てず退屈な日々の中、エリザベートの唯一の楽しみは鏡に映る自分の顔を見つめることやったそうや。彼女は自分の容姿を褒められることを何よりも好んだそうやで。ある日のこと、女中がエリザベートの髪を櫛で溶かしていた際に絡まった髪を引っ張ってしもたそうや。激怒したエリザベートは髪留めで何度も女中の胸を刺したんやと。いや、切れすぎやろ。
ほんで返り血がかかった手を拭ったところ、肌が透き通るほど真っ白に光り輝いて見えたそうや。処女の血を浴びると肌が美しくなる、そう思い込んだエリザベートは血を求めて次々に若い娘を手にかけるようになるんや。やがてエリザベート44歳の時、夫のフェレンツが亡くなってんけど、夫は死の数年前からエリザベートが女中をひどく虐待し、しばしば死に至らしめているという噂を耳にしとったそうや。その噂は付近の村にも知れ渡っとってんけど、貧しい農家は娘を城に奉公に出さざるを得んかったそうや。一体何が起こっとったんやろか。チェイテ城の地下では若い娘が次々に丸買いされ、エリザベートはその血を体に塗りたくり、時には血を溜めた桶に使ったりしたそうや。こわ。さらに効率よく血を絞り出すために鉄の処女という恐ろしい拷問器具が開発されたんや。鉄の処女は高さ2メートルほどの中が空洞の人形で、前面が左右にパカッと開き、中に人間が入れるようになっとるんや。内側には内部に向かって鋭利な釘が左右5本ずつ出ており、扉を閉じるとその釘が中の人間の全身を貫き、絞り取られた血がバスタブへと流れるようになっとるそうや。ほんでエリザベートはそのバスタブに使ったんやと。こうしてエリザベートに丸された娘はなんと600人以上に上ったんや。怖すぎるで。やがてお城の方向から一向に娘が帰ってこない村民からの訴えで、エリザベートの悪行は役人の耳に届き、1610年12月、チェイテ城の捜査がなされたんや。役人たちが地下に降りていくと、異様な臭気が鼻をついてん、そこには惨殺された若い娘の遺体がぎょうさん転がっとったんや。中には虫の息で生きとるもんもおったそうやで。捜査の翌年の1611年1月、エリザベートの裁判が行われてんけど、そこにはエリザベートの姿はなかったそうや。さらに親族からの嘆願書によって死刑を免れたそうや。600人も惨殺したのに判決甘すぎるやろ。けどな、ここからエリザベートには地獄のような日々が待っとるんや。エリザベートは終身禁錮を命じられ、死ぬまでチェイテ城に閉じ込められることになってん。判決後、城に職人がやってきて、内部にエリザベートを閉じ込めたまま、城の窓という窓を漆喰で塗り固めたそうや。そして光を通すどんな小さい穴も残らず塞がれ、エリザベートは暗闇のチェイテ城に閉じ込められたんや。最後に食事と水を送るための小さい穴が開けられ、城の四隅には公衆台が建てられたんや。ここに死刑となるべき罪人がいることを告示するためやそうやで。一切の光を奪われた孤独の中、エリザベートはなんと3年間も生きながらえたそうや。暗闇の中、一体何を考えて過ごしとったんやろか。側転武功ははじめ、唐の二代皇帝大宗の妾やってん。当時宮殿には高級遊門があって、皇帝の嫁である皇をトップとして、妃が4人、将妃が9人、将与が9人、美人が4人、才人が5人、さらにその下に侍女が大勢おってんて。まさにハーレムやな。武功はその中の才人の一人に過ぎんかったそうや。武功は背が高くがっしりした体型で、決して美人やなかったそうやけど、とにかく強い性格で頭がめっちゃ切れたんやそうや。大宗皇帝が亡くなると武功は剃髪して尼さんになってんけど、この時すでに大宗の息子である次期皇帝の高宗と関係を持っとったんや。病弱で気の弱い高宗は5歳年上の武功に対してマザコン的愛情を抱いとってん。さらに武功は皇后にも取り入って天寺から宮中に帰り咲き、やがて1年足らずで王室のすべてのものを手なずけてしもたそうや。かっこよ。尼さんやった時すでに武功のお腹には皇帝高宗の子供がおってな、間もなく女の子を出産したんや。ほんでな、この子供を使って皇后を失脚させ、自分が皇后の位につくよう画策するねん。さっきもお話しした通り、武功は皇后に取り入っており、良好な関係を築いとったんや。女児が生まれて10日ほどして、なかなか子供に恵まれへん皇后が赤ちゃんを見にやってきてん。皇后は赤ちゃんをしばらくあやして、やがてゆりかごに戻したんや。皇后が去ってすぐ、こっそり武功が部屋に戻り、なんと自分の子供を窒息死させたんや。ほんでな、わざとらしく、と叫んで、英治殺しの汚名を皇后にかぶせたんや。さらに体の弱い皇帝が狭心症の発作を起こすと、皇后が妖術を使って皇帝を亡き者にしようとしているという噂を広め、宮廷中が大騒ぎになったんや。そして皇后は無実の罪で捕らえられて廃后となり、武功が皇后の地位に取って代わったんや。皇后となった武功は元皇后を牢から引きずり出すと、手足を切断し、その体を大きな酒樽につけ、骨の髄までとろけるくらい酔っ払うがよいと言い放ったそうや。怖。そして皇后となった武功はやりたい放題でな、
なぜなら気の弱い皇帝は母ちゃんのように頼りになる武功の言いなりやったからや。武功の嫉妬深さも異常でな。ちょっとでも皇帝に気に入られた女は毒を盛られて次々に謎の死を遂げてん。ほんで皇帝と仲のいい姉やその娘まで丸したそうや。さらに武功以外が産んだ皇帝の息子を反逆罪や収賄罪の汚名を着せて次々に死刑にしたんや。他にも前皇帝大宗の時代からおる忠臣たちも次々と丸買いしてん。やがて病弱な皇帝は次第に寝込むようになり、武功は皇帝に代わって政務を行ったんや。そして自らを天皇と名乗り、事実上の独裁者となってん。それから長い闘病生活の末、55歳で皇帝が亡くなり、武功の実子である息子、鉄が即位してんけど、わずか54日間で退位することになってん。皇太后となった武功が口実を設けて廃位させ、幽閉してしもたんや。さらにその次に帝位を継いだ息子、丹もまた、捕らえられて宮中に監禁されたんや。これこそが武功の狙いでな。それは息子たちを残らず廃して自分が玉座に座り、自分一人の国家を作ることやったんや。そうして皇帝が不在のまま、武功は単独の支配者となったんや。不平分子の反乱が起こったけど、その一つ一つを着実に叩き潰して、690年9月、武功66歳の時、とうとう皇帝の座へ登り詰めたんや。皇帝になるまでに武功が奪った命の数は、大宗、皇宗の親族74名、さらに高官36名にも及んだんや。そして705年に武力革命が起こり失脚するまで、約15年間その座を守り続けたんやで。弱い82歳となった武功は、西の離宮に幽閉され、孤独のうちに亡くなったそうや。どうやった？ジャンルは違うけど、3人それぞれ強烈やったな。余談やけど、鉄の処女はレプリカが明治大学の地下に展示されてて見ることができるで。そんなわけで、3人とも絶対友達になりたくないと思った方、また聞くこと遊んでくれる方は、チャンネル登録、グッドボタンよろしくやで。最後まで見てくれて大きに。ほな、次の動画でお会いしましょう。